菅さんが足引っ張られたのは、うん、あの人はあのオークション論者だったじゃないですか、はい、電波オークション論者だったので、はい、テレビ局は嫌がるし、その親会社である各新聞社から見てもですね、やっぱりどっちかっていうと気に食わない相手なんで、メディアの支配者が権力握ってるんですね。いや、この国のだから本当の支配者は、うん、あの大王製紙前会長の井川元孝さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの井川さんと堀江さんは、まあ、共通点も多く、まあ、あの進行が結構あるかと思うんですけど、ちょっと井川さん どういった共通点っていうのは刑務所行ってたってことですよね。まあね、大学も一緒だったりとか、まあ、東大から刑務所へです。東大から刑務所へ。対談本出させていただいてますから、はい、出したりという。では早速ですね、井川さんのプロフィールをまずご紹介いたしましょう。1964年大王製紙創業家にお生まれになりまして、東京大学法学部現役合格。その後ですね、2007年にはですね、大王製紙の取締役社長になられます。大王製紙時代ね、実際そのエリエールですとか、あの好業績をすごい支える名社長として言われていたんですけども、これ社長会長を務めていた2010年から11年にかけまして、カジノでの使用目的で子会社から総額106億8000万円を借り入れた事実が発覚しまして、これ会長職を辞任されます。でその後ですね、3年2ヶ月の服役仮出所ということで、先ほどお話ありました堀江さんとの共著東大から刑務所へですとか、まあ解けるなど、これベストセラーになっているんですけども、こういったプロフィールとなります。井川さん、この刑務所の中では、まあ、どんな経験をされたか、まあ、いろんなところでお話もされてると思うんですけど、ちょっと改めてお伺いできればと思うんですけど。そうですね、刑務所って随分違うみたいなんですけど、はい、あの喜連川社会復帰促進センターという名前はついてますけど、バリバリの刑務所でして、はい、非常に規則が厳しかったんですよね。あの初犯の人たちのところなんですけど、逆に厳しかったです。でとにかく食事がまずいのが辛くて辛くて。それはね、僕の方はラッキーだったんですよね。長野はトップ3に入るいい刑務所だったらしくて、ご飯に関してはご飯に関しては美味しかった。それがね、私あの無所時代の人間とは合わないことにしたんだけど、この間偶然会っちゃいましてね、はいはい、同じしかも図書工場私の後輩だったんですよ、はいはい、まあいいやつだったんで、もうすぐに逃げずにですね、はい、ちょっと飲んだんですけど、はいはい、2人のあの本で、うん、喜連川はまずいまずいって書いたら、うん、変わったんですって。人間が食べるものに変わって、あの署内の人間みんなあの感謝してましたって。なるほど、井川さんがまずいまずいって書いたことによって喜連川も美味しくなった。美味しくなったんです、うん、なんかね、なんか民間委託の刑務所なんですよね。なんか民間委託、それがね、やめちゃったらしいです。そうそうそう、だからもう多分入札条件が厳しすぎて無理なんだと思うんですけど、でもこれは結構いろんな問題を抱えていて、もともとは民間じゃなくて、その刑務所内の人が食事を作っていたんですよ。で水上っていう工場があって、そこで働く人たちは、まあ、一応刑務所の中のエリートなんですよ。でしかもエリートで、しかもそのみんなの朝食とかを作んなきゃいけないんで、その時差勤務なんですよね。だからみんなはだいたい朝7時ぐらいに起きるんだけど、その人たちは4時とか5時に起きてるんですよね。でシフト制になってて、早番と遅番があってみたいな感じで食事を作ってるんですけど、そこの人が今足りないんですよね。刑務所も高齢化していて、まずエリートじゃないと作れないんですよ。もう要はその大量に短時間に作んなきゃいけなくて、バカと段取り悪いやつはできないんですよ。でも刑務所ってそういう人たちが残念ながら多いじゃないですか。容量が悪くて犯罪を犯しちゃってる人も多いから、そう、その人自体が悪人というよりは社会で生きる能力が低くて、それで犯罪に手を染めざるを得なかったみたいな人たちもいっぱいいるんで、水上に行く人ってだからやっぱ気が利いてますよ。気が利いてる。 あと大量に作る材料持つんで、あの体力もなきゃいけない。だからあの高齢者ダメなんですよね。若くて頭がまあまあ回るやつ、段取りができるやつってほとんどいないんですよね。だから特殊詐欺のやつとかいいんですよね。向いてるんですね。しかもその特殊詐欺のこう幹部みたいな人がいいんですよ。別にその極悪人なわけじゃないし、やっぱなんかその包丁的なものを握るんで、やっぱその殺人の人とかはやっぱりちょっと怖くて行かせられないみたいなところがあるから。あとあれですね、ピンク系犯罪っつって性犯罪の若いやつ、まあ、長野だとそういう人たち、まあ、長野に限らずですね。いや、みんなどこでもそうなんですけど、そういった人たちはやっぱり少ないんで、やっぱどうしても高齢少子化でそういった人たちが人材不足になってきて、民間委託をせざるを得ないっていう事実もあるんだけど、今度はその法務省の予算が限られてるので、まあ、結局戻ってきちゃうみたいな。民間がもう無理ですってなって、まずいまずい言われるし、だこんな予算でうまいもん作れるわけないじゃないですかっていう
だって水上で働いてるやつも一応作業報奨金ってもらえるんですけど、はい、月1万円とかね、せいぜいそんな時給で働いてくれるやつなんか労働基準法守ってたらできないわけですからそうですよね、民間委託じゃ、だから本当は法務省の予算を増やさなきゃいけないんだけど、それはね国民が許さないですもんね。朝食昼食夕食の3食で確か400円前後だったと思うんですよね、予算。そんなんで作れるわけないですよ。いやだから逆に言うと、うん、よくこんな美味しいもん作ってたな。いやいや、キツネ側はまずかったのよ。昔は俺のいた頃は。ということでですね、本日はですね、刑務所の話もぜひいろいろ聞いていきたいんですけれども、今回はですね、話題のニュースその裏側とはどうなっているのかと題しまして、ニュースからですね、社会の裏側を紐解いていきたいと思います。まずですね、こちらに、最近気になるニュースをいくつかまとめてみました。こちらです。7月の参院選挙、楽天グループ証券子会社の上場準備を開始、昨年楽天銀行の、上場準備のお話もありましたが、続いて証券子会社の、準備も開始です。 IR 計画ですね、統合型リゾートの計画年内にも認定、阿武町の4630万円誤送金問題、小学校のあだ名呼び捨て禁止が広がる、で最後に、持続化給付金、詐欺グループ摘発ということで、カジノと阿武町は全部これ繋がってますからね。話ですねということで、どれからいきましょうかね。最初のところから。そうですね、今回自民党に負けてほしかったんで、自民党っていうのは私岸田さんがなんか自民党ですね、10年前の自民党、なんなら20年ぐらい先祖返りさせちゃったかなと、財務省主導でですね、アンチマーケットみたいな感じなんで、一回負けて岸田さんには退陣していただいてやり直していただいたんですが、どうもちょっとその希望は達せられそうもないですね。これね、本当世論調査では 50% を超えて、岸田さんが就任してからちょっとこう自民党の支持率が少し上がってる状況だったんですよね。やっぱ面白いですよね、その菅さんはダメで岸田さんはいいっていうのが、国民の半分以上はそれがいいと思っているっていう、まあ、のそれは現実なんだなっていうのは。ただマスコミ誘導も大きいと思いますけどね。あ、そうですか。特に真ん中より左寄りの各社はですね、まず新聞で言うと、相対的に見てですよ、岸田さんってハト派ですから、彼らのすごく親和性が高いというのが一つとですね、あと菅さんが足引っ張られたのは、あの人はオークション論者だったんですか、電波オークション論者だったので、テレビ局は嫌がるし、その親会社である各新聞社から見てもですね、やっぱりどっちかっていうと気に食わない相手なんで、同じことを報道してももう徹底的に足引っ張る方向で報道するわけで、岸田さんの場合っていうのはなんか生温かく批判しないんで、まだあれなんですね、メディアの支配者が権力握ってるんですね、っていうことなんですよね。いやでもなんかだからいろいろな構造が分かりますよね。だからテレビ局買いに行っちゃダメなんだっていうね。そうだね。いやこの国のだから本当の支配者は渡辺恒夫であり日枝久志であるっていう。間違いない。いや本当にそうだと思う。じゃあ日本ではまあその SNS とかでテレビの意見がだんだんその重視されなくなってきたかなっていう感覚も若干ありつつも、まだまだそれはやっぱりテレビ見てる世代が中心だから、ここではあまり影響がないってことなんですかね。60歳以上の方々はまだまだ、まあまあ選挙に行く人たちも、では有権者の数で圧倒してるんで、それはそうなりますよね。やっぱテレビが中心だからね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね。だから世論誘導が効いてるってことですよ ね、でもこれに対する処方箋はないですよね。あとまあ10年経てば新聞社もなくなるだろうし、ただでもやっぱりテレビって残ってると思うんですね、そうは言ってもですね。僕新聞社もなくならないと思いますよ。やっぱり不動産すごい持ってるから。まあまあね、そうですね、まあ、部数としては、私が製紙会社の社長やってた2000年、まあ、私辞めたのに2011年ですけど、この10年間その後の10年間見てたらほぼ半分になってるんですよ、20年間で、なんで多分あと10年で新聞事業自体はもう多分黒字は維持できないと、まあ赤字のところも増えてますし、ただ不動産持ってるんでおっしゃると、僕一回朝日の論説委員の方に言ったことあるんですよ、もう新聞は慈善事業っていうかボランティアでやって、ボランティアというかブランディングです。ブランディングね、もうそういう時代来るんじゃないですかね。まあ実際ね、テレビ局もそうですからね、ほとんど不動産業になりつつあるから、放送法改正して3分の1以上の単独株主を認めなくしたんで、そこは結構難しいかなっていう。認定放送持ち株会社じゃなければいいんですけどね。でもキー局は全部認定放送持ち株会社になったんで、まあなかなかそれをもう放送法改正するっていうのはつまり政治を変えるってことだから、でイコールそれを支配してるのはマスコミなんでっていうことですよね。で僕みんな高齢者はいずれなくなるからってみんな言うんだけど、
僕は亡くならないよ、そんな簡単に死なないよってずっと言ってるんですけど、僕はあの2000だから4年とか5年の時点で、いやそのうちねフジテレビの平野さんも読売新聞の渡辺さんもいなくなるからとかって言うんだけど、いやいやあれは妖怪だからいなくならないよって言ってた。やっぱその通りになりましたよね。ああいう人って長生きするんですよね。本当にもう本当お元気ですもんね、まだね。お元気、お元気ですよ、もう本当にめちゃくちゃ影響を与えてますよ。あの芸能界はちょっと崩れ始めましたけどね。だから芸能界とそのマスメディアってやっぱつながってる部分があって、でもやっぱりジャニー喜多川さんが亡くなったのはすごく大きかったですよね。要は元スマップの人たちとかも以前だったらもう完全に握りつぶされて全然そのものに出てこないみたいなことだったと思うんですけど、今そんなことないし、あと大手の芸能事務所はやっぱ独立してる人たちがすごい増えてきましたよね。でね、今だったらガーシー問題みたいなそう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 、いやでもガーシーみたいなものも潰されてましたからね、そうですね、以前は。だけどなんでじゃあガーシーが出てこれるかっていうと YouTube があるからですよね。で YouTube って外資じゃないですか、で外資には日本のマスメディアの力は及ばないんで、だからいくら Google に日本のマスメディアとその芸能事務所が文句言ったところで何なのお前らみたいな感じで終わるんで、嘘言ってないんだったらそれはしょうがないよねっていう話になって非常に公正に見られてしまうので、メディアの圧力が効かないんですよね。この間日刊現代の方と食事してたら、いやうちの記者が晒されてっていう、あの YouTube で、であと週刊新潮のあの田口副部長もやられてますよね。今マスコミの記者が晒せる時代に、ね、なってきたってね。まあ、彼らもずっと顔を出さないでやってましたからね。僕だけただ僕はやってましたけどね、はい、記者の番号晒したりとかしてましたけど